ゆずる羽生。怪我があって出遅れた今シーズン、カナダ大会では2位。4回転ジャンプをプログラムの一部として見てもらえるように、さらに練習を積んできたという話です。ディフェンディングチャンピオンとして迎える今年の NHK 杯。啊，我们去疯狂吧。表情、そして口の動き。しかしカナダ大会から確実にステップアップしてきたショートプログラムです。羽生結弦さんの演技でした。息を吐きました。表情が緩みます。およそ5900人が総立ちのまこまないアイスアリーナです。本田さん、はい、今日のショートプログラムどうだったでしょうか。そうですね、すごく気持ちが前に行っている分だけ4回転ループで少し力んでしまったのかなとは見えたんですけれども、はい、その他のステップやスピンの入りのところでですね、ターンをするところも一つ一つの音に合わせてスピンのポジションの変化も全て音を聞きながら、そのリズムが全て合ってたように見えましたね。はい、カナダ大会では最初の4回転ループはダウングレード、回転不足を取られました。